物語が急変。今回は黄金勇者ゴルドラン第27話ゴルゴン強奪作戦を解説したいと思います。このストーリーはこれまでギャグ要素メインだったゴルドランの雰囲気が一変します。絶望的展開。今までの勇者シリーズでは主役ロボが1号ロボに合体するときにサポートメカが破壊され合体不能になるという展開がありましたが、本ストーリーではドランの相棒ゴルゴンとの合体を妨害され、そのままワルドランとゴルゴンが合体してしまう、これまでにはなかった展開と、絶対絶命となったドランがダークゴルドランと対峙して敗北する2つの絶望的展開が繰り広げられます。さらに最終回クラスの逆転劇も用意されており、これまでのギャグ要素中心だったゴルドランだからこそインパクトが強いストーリーです。ということで今回はゴルドランの雰囲気を一変させた第27話ゴルゴン強奪作戦の見どころや個人的に印象に残った熱い展開などを徹底解説したいと思います。では本題に入ります。 SOS 通信。ドランはタクヤたちから SOS 通信をキャッチしたが、その場所にタクヤたちはおらず正体不明の敵から襲撃に遭う。この件をタクヤたちに話すと、きっとワルターだなというタクヤに対してカズキは、今までのドランたちと散々戦ってきたワルターは地底魚雷程度で倒せないことはよくわかっているはずだと言い、ワルターの行動にしてはおかしいことに気づく。そしてドランはこの事件の陰に何か別の存在を感じるという。その頃ワルターは新たに完成したメカを使ってアジプトやジャポネシアといったかつてパワーストーンが発見された場所を襲撃し、最後は日本に攻撃を仕掛ける謎の少年。タクヤたちの前に謎の少年シリアスが現れて、今度ゴルドランに合体するときは注意した方がいいと言葉を残す。そしてとうとうワルターが現れ、今日の私は違うぞ、決戦だと言って今までにはないくらい本気な様子が描かれ、初めて出会ったあの場所に来いと言ってその場を去る。初めて出会ったあの場所とは石の輪山のことで、タクヤはアドベンジャーシルバーナイツ空影を石の輪山に集まるように指示する。前回のストーリーにおいて、前回は物語前半の振り返り回で第1話でドランが復活した石の輪山にフォーカスした内容が多かったのはこの展開につなげるためだったのかもしれない。暗黒剣士ワルドラン。ワルターが登場したメカは暗黒剣士ワルドランに変形、それを目の当たりにして驚きを隠せないドランたち、そしていつものごとく大量のカスタムギア部隊が登場して戦闘が始まる。一騎打ち。ドランとワルドランが戦っている途中、ドランはカスタムギアに足元を攻撃されて一瞬の隙が生まれる。その隙をワルドランは逃さずドランの龍河剣を弾き飛ばす。タクヤはなぜドランはゴルドランに合体しないのか疑問に感じているが、ドランはシリアスの合体するときは注意した方がいいという言葉を気にしているため合体することができずにいる。そしてワルターはさらにドランを追い詰め、とどめを刺しに来ると、そこにゴルゴンが現れてドランを守る。ゴルゴン強奪。やむを得ずドランはゴルゴンとの合体を試みるが、合体途中ワルドランに妨害される。それだけではなく、ドランの代わりにワルドランがゴルゴンと暗黒合体してダークゴルドランとなってしまう。絶望的な展開。相棒のゴルゴンを奪われたことで絶望して戦意喪失するドラン。そこにダークゴルドランはアームシューターを放ってくるが、ドランはあまりのショックに身動きを取ることができない。そこに空影が現れドランを救出。空影は絶望の淵に立たされたドランを説得してなんとか戦線復帰する。高能力。ドランが空影に救出されている際にアドベンジャーとゴッドシルバリオンはダークゴルドランと対峙するが、戦闘直後にレッグバスターを放たれダメージを受ける。そこでアドベンジャーたちは空から攻撃を試みるが、ダークゴルドランはゴルドランとは違い飛行能力を持っていて、そのまま上空に舞い上がってアドベンジャーとゴッドシルバリオンの首をつかみ近距離でアームシューターを打ち込む。その後戦線復帰したドランは空影の背中に乗ってダークゴルドランと戦闘を繰り広げる。そしてドランは必殺技の龍河剣稲妻斬りを繰り出すと、ダークゴルドランはゴルドランの必殺技スーパー龍河剣一刀両断斬りで対抗。ドランの龍河剣は通じず、スーパー龍河剣一刀両断斬りを直撃して爆散し海に転落してしまう。ドランが負けたことを信じることができず涙するタクヤ。冒頭でも話したようにゴルドランはギャグ要素多めのため、他の作品以上にドランの敗北の絶望が大きかった。大勝利を収めたワルター。ドランに勝利したワルターは仲間に祝福されるが、調子に乗る様子もなく、戦いはまだ終わっておらず、すぐに捜索隊を向かわせてドランの残骸を回収するように命じる。実はワルターはこれまでの勇者との戦闘による敗北で後がない状態であり、もう失敗は許されない崖っぷちに立たされていた。ストーンサークル。
ゴルゴンが目覚める前に眠っていた場所に集まったタクヤと勇者たちはストーンサークルの力を利用してゴルゴンを封印する作戦を実行するが失敗に終わる。しかし作戦実行中に突如ダークゴルドランから金色の光が放出され海に沈んだドランと融合する。蘇ったドラン、ダークゴルドランが勇者たちにとどめを刺そうとしたその時、地面が割れてゴルゴンと融合したドランが現れる。そして再びスーパー龍河拳一刀両断斬りとゴルゴンの力をまとったドランの龍河拳が激突。敵ながらこの時のワルターの気迫が半端なく伝わる。倒れていた勇者たちが立ち上がり出す場面もまた熱い。そしてラストはドランが勝利してダークゴルドランは爆散する。ドランの勝利に涙するタクヤ、そして最後はゴルゴンが帰ってきて大喜びするドラン。ゴルゴンの力で金色のオーラをまとったドランと、もう失敗が許されないワルターの一騎打ち。倒れた勇者たちが立ち上がり、ドランたちの戦いを見守る様子は最終話と言っても過言ではないレベルの展開だった。ということで、黄金勇者ゴルドラン第27話、ゴルゴン強奪作戦を解説しました。ここからは少し個人的に印象深かった内容を紹介したいと思います。シリアス。最初の誰が出したかわからない偽 SOS 通信でドランたちを呼び出し、今まで敵として戦ってきたワルター以外の別の敵を予感させる展開は絶妙で、その後立体映像としてタクヤたちの前に現れてゴルゴンとの合体を注意し、ドランの感情を揺さぶる描写は個人的に印象的だった。強すぎるダークゴルドラン。ドランとの一騎打ち。アドベンジャーとゴッドシルバリオンを全く寄せ付けず勝利する強キャラ感がやばかった。また物語の展開以上に雰囲気が一変したのがワルターで、いつもは爪が甘く間抜けな描写多めだったが、今回は常に冷静かつ冷徹、そしてワルター自身も失敗は許されない状況で調子に乗る様子もなく、勝利に対する気迫すら感じられ印象に残った。初見の予想、ドランの敗北、ゴルゴン封印作戦の失敗という絶望的な状況から2号ロボレオンカイザー復活という流れを今までの勇者シリーズの傾向から予想していたが、まさかのここではレオンカイザーは登場せず、敗れたドランと強奪されたゴルゴンによって逆転勝利する予想外の展開は衝撃的だった。今後の展開、本ストーリーをきっかけにこれまでギャグ要素中心だったゴルドランの物語が大きく動きます。この後あることをきっかけにパワーストーンに戻ってしまう勇者たち、2号ロボレオンカイザーの登場、そしてグレートゴルドランへの合体と物語は進行します。本動画が好評であればこれらの解説もやっていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。皆さんの好きなゴルドランのストーリーや印象的なシーンなどコメントいただけると嬉しいです。ゴルドランに限らず勇者シリーズ関連でこんな動画が見たいなどあればぜひ教えてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。